坂本クロエ周年記念ライブを開催ということで、坂本クロエに関してはちょっと言及しなければならない部分がありまして、坂本クロエ直筆の手紙が読めない。こちらですね、まあ、坂本が手紙を書いたんですけど、字がすごすぎて、なんて書いてあるか全くよくわからないという状態になっておりましたが、こちらですね、レディット民によるクロエの手紙の作り方が、推理されたりとかしておりました。乾麺にですね、ペンで塗りつぶしてハンコみたいにして書いたんじゃないかという、まあそんなこと言われてもしょうがないぐらいなんですけれども、まあ、本人読めるんでしょうかね。はい、東武動物公園とホロライブのコラボが決定です。こちらですね、まあうちも参加させてもらってるんですけど、ゲーマーズの4人と、そしてうさだぺこら、ししろボタンの6人がですね、東武動物公園コラボをさせていただくこととなりました。まあちょっとね、園内の放送だったりとかもあるみたいなんで、ぜひぜひ皆さんね、チェックしてみてください。グッズもね、あるようなのでね。まあ、なんかちょっと動物園コラボってことで、なんかうち、狼とかいるんかなって思ってたんだけど、なんか東武動物公園には狼いないらしくて。で、なんか缶バッジみたいなやつで、動物と一緒にいる缶バッジが、なんか、なぜか熊と一緒にいるんだけど、なんか、まあ、そこは、なんか、狼と熊は、まあ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 、今日、つわものみたいな感じで、ちょっとシナジーあるのかなっていう感じでしたね。はい。熊見に行ってみてください。